ブロマゼパムは、ベンゾジアゼピン系の緩和精神安定剤、抗不安薬の一種。日本国内では、中外製薬が、歴素単の商品名で販売されており、ジェネリック医薬品としては、サンドのセニランなどがある。連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。麻薬び、 抗精神薬取締法の第三種無機精神薬である。心身症や神経症などにおける身体症候、不安や緊張、うつ病及びうつ状態、睡眠障害など。また、麻酔前投与薬としても用いられる。筋弛緩作用がある。脳にある抑制性のギャバニューロンのシナプス項膜に存在するガバージュ容体にアゴニストとして高い神話性で結合し、 抑制性の難易性リガンドである、ギャバ神話性を増大させることにより、神経の興奮性を低下させると考えられている。倦怠感、頭痛、集中力低下、ふらつき、脱力感など、アルコールや他の抗生神薬を同時に摂取すると、副作用が強く出る、可能性がある。2週間を超える使用は、離脱症状と反調症状の危険性がある。 長期間使用した場合、耐性や依存性が生じる。他のベンゾジアゼピンと同様に、ブロマゼパムには乱用、誤用、身体依存、精神依存のリスクがある。離脱についての調査では、身体的、精神的依存が認められ、4週間の継続使用後に、反調性不安が見られた。ゆっくりと減薬を行った患者では離脱は起こらなかった。 全般性不安障害のためブロマゼパム治療を行われた患者は不安の悪化などの離脱症状を経験し急激な弾薬時に身体依存が起こった日本では2017年3月に重大な副作用の項に連用により依存症を生じることがあるので容量と使用期間に注意し慎重に投与し急激な量の減少によって離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が 追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。非反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、旨の医薬品適正使用のお願いが出されている。 調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。眼圧を上げる作用があるので急性、境遇角緑内障の患者、及び症状を悪化させる可能性があるので、重症筋無力症の患者に使うことは禁忌とされて、折り使ってはならない。また、過去にこの薬に対して、起用歴のある人にも使ってはならない。 呼吸器系の疾患や病気を持つ人、心臓、肝臓、腎臓に障害を持つ人、脳に障害のある人、高齢者などに投与するときは、障害や疾患を悪化させたり、副作用が強く出る可能性がある。ありがとうございます。